ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は島道夫さん宅にお邪魔。この猫ちゃんとの出会いは、大和動物病院の大和陽介先生はペットフードについてびっくり発言連発。猫ワン。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。松山市の島道夫さん宅には猫ちゃんがいっぱい。この子はパチちゃん。名前の由来は、もともとペットの名前を自覚数で調べてくれるネットとかがありまして、そこでいろいろと探してみて、で蜂とか末広がりはどうかなと思いまして、そこで入れてみたらパチが大吉だったんです。願いを込めてそうですね、いつまでも健康で長く長く いてほしいので、もうこれしかないなと思いました。パチちゃんはここに来ることになったのはきっかけがあったんですか？もともとこの子は元の飼い主が飼育放棄で、兄弟全部で8匹ぐらいを保健所に連れ込むということになって、それを地元の保護団体のアニマル365さんが引き出すという形で里親を募集されてたので、うちでも1匹ならばなんとかいけるんじゃないかということで手を挙げさせてもらいました。たくさん飼ってて飼育放棄するというやむない理由だったんですかね？いや、聞くところによると引っ越しによるということだったので、もうその元の飼い主の身勝手だと思いますね。うちに来た当初は飲みアレルギーで全身も剥げてましたし、もうあとは傷とか、血が出てたりもしてましたし、爪がなかったところもありました。ちゃんと手入れされてなかった、愛情注がれてなかった感じでしたか？そうですね、避妊手術もしていなかったので、多分もうとりあえず家にいたっていう程度だったんじゃないですかね。辛い境遇だったんですね。そうですね、でもそんなことをみじんも感じさせないほど人が大好きですし、もううちに来た当初からずっと、にゃ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 言ってくれてましたよ。
その時に避妊手術もまだだったので引き取って、急遽その後落ち着いてから1ヶ月後ぐらいに避妊手術をして、その後もう飲みアレルギーでハゲハゲだったのも一気に、まあ、1ヶ月ぐらいでだんだん毛が生え揃ってきて今の状態になりますね。まだ一部多分アニマルの代表の方が言うには、多分これはやけどの跡なのかなっていうことで、ほっぺたのところとかはもう生えてこないところもあるんですよ。 なんでやけどなんですか。ちょっとそこまでは分からんのですけど、多分もともといた飼い主のところで何かしらの事情があってやけどをしたんじゃないかと。だからそこだけはどうしても毛が生えてくれないんです。それでも私だけじゃなく、もう人が大好きなので、どんなお客さんが来てもお友達が来てももう誰にでもすぐゴロゴロ行っちゃう可愛い子です。他の子にそんなに行くと飼い主さんとしては私だけじゃないのってちょっと嫉妬しませんか。そうですね、嫉妬もするんですけれども、まあ、この子の可愛らしさが伝わるならばそれもよしとこの可愛さをいっぱい知ってほしいという。そうですね、もう全国に広めたいですこのパチちゃんのチャームポイントはどこですか。垂れ目なところで一見するとしょぼーんっていう顔に見えるんです。そこがもう本当にちょっと哀愁漂ってて可愛らしいですよねどんなことをしてもこのしょぼーん顔なんですか。そうですね、ちょっと上目遣いになると奇跡的に可愛くはなります上目遣いじゃない時がちょっとどうしてもしょぼーんと。あと目がちょっとくぼんでるのか、黒目がなかなか写真とかで写らないんです。なのでもっとしょぼーんと見えちゃうんですよね番組後半でさらにパチちゃんの魅力をお届けします。コマーシャルの後は獣医さんの登場です。猫は飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。やってきたのは松山市石黒町の大和動物病院。大和院長は地域一話しやすい獣医師、日本一早い獣医師を目指しています。
しています。とこの CM でもおなじみの大和動物病院大和先生、この方ですよ。この方おはようございます。おはようございます。こんにちは。あの先生は CM でもね、肉体のすごい筋肉を見せてくれてますけれども、あの愛媛マラソンも今年完走されて何時間だったんですか？2時間59分です。すごいじゃないですか。ミャンマーからオリンピックを目指すということですよ。目指します。今日は先生にワンちゃん猫ちゃんに関してのアドバイスを聞きたいんですけれども、先生何かこう気をつけてほしいことって何かありますか？はい、あのやはり自分がこう体を気遣うっていうところで、ワンちゃん猫ちゃん、そういったところにも目を向けてみますと、日常的に食べているご飯、そういったもの、気をつけてほしいなと考えています。ご飯やっぱり大事ですか？大事です。猫田さんは、はい、あの猫ちゃんたちにご飯をあげるっていう時、まあ、買いに行きますよね、ええ、どういったことでこうこれにしようっていうのはありますか？まずあのやっぱお値段、お値段が手頃、それから着色料とかは使ってないのがいいかなって、それぐらいですか。最初にやっぱ肉食ですね、猫は。でそうですね、お肉が前の方に出てきてるフードを選んでますけど、どうですか？あの着眼点は非常にいいとは思います。やっと。でここからはもうあのなかなか一般的には知られてないことをお話ししたいとは思うんですけども、はい、あのまあ、ホームセンターに行くともうかなり数はたくさんのフードありますよね。もう選べないぐらい並んでますよね。あります、はい、であの値段も様々で、それこそ高いものから安いものあります、はいはい、ただ見た目はどれもまあ茶色の色もしてますし、まあ、丸だったり三角だったり、そういった形でもう見た感じではまあどう違うのかっていうと、値段の差がそれだけあるのかっていうのがなかなかわからないですよね、はい、実はあのその値段の差っていうのは T ありまして。え、そうなんですか？例えばまあ、お肉を使ってる、鶏を使ってるとしましょうか、はいはいはい、鶏肉を使ってるものと、うん、鶏を使ってるもののフードがあります。これの違いは、はい、一緒じゃないですか？鶏肉と鶏って鶏さんが原料ってことでしょ？ですね、原料の鶏は同じなんですけども、はい、鶏肉を使ってる場合っていうのは鶏の、まあ精製したお肉を原材料として使ってる。ほう。かたや鶏を使う場合はどうしてるかというと、骨、トサカ、くちばし、はい、羽、もうそういったものを全部ぐじゃぐじゃにして、まあ、要は1羽丸々を精肉の状態にせずに1羽丸々をぐじゃぐじゃにしてフードに使ってるっていう場合があります。普通は食べない部分ですよね。そうです、うん、でもその方が傘も増しますし、その分安くできるっていう、そういう仕組みなんですね。じゃあそんなトサカだとか入ってるものと精肉された肉だけを使ってるものっていうと、まあ値段も違いますけど、当然やっぱりあの肉だけの方が品質としてはいいんですね、うん、そうなんですね。例えば鶏にもホルモンを出す臓器があります、うん、それを食べることによって、ワンちゃんや猫ちゃんのホルモンバランスが崩れる、そういったことも言われています。そうですか。じゃあ鶏と鶏肉ちょっとちゃんと見分けろよということですね。そうですね。なんとかミールとかそういう、肉類とか、はいはい、そういう原材料を見ると怪しげなことを書いているのはちょっとここだけの話。そうですね、はい、なんとかミールってうちのにも入ってた気がします。すぐ帰ってみます、はいはい、ぜひ確認してみてください。またですね、あんまりこう日本人として残念なことなんですけども、デカデカとパッケージに国産と書いているものなんかは怪しいものが多いです。それはですね、国産って日本産ってことでしょ、はい、そうなんですけども、そういうように鶏だとか牛だとかをもう肉の状態ではなく丸々1羽1頭使ってるのは、国産のことが多くてですね、実はそのペットフードに関しては日本は法律の面では後進国です。あら、ゆるいってことですか？そうです、だいぶゆるいです。
人間の、食べ物っていうとしっかり法律で守られてます。家畜にお薬を使って、何日間は出荷したらダメですよ、そういった法律があるんですけども、動物の場合には何日間とかそういうのがなくてかなり曖昧です。だから人間の口に入らないそういうようなお肉が、来ることも多々あります、日本では。ところが外国ではそういった法律がしっかりしてます。だから人間が食べても問題ないようなお肉、そういったものが使われてる、はい。ちなみに外国産というとどのあたりのものを選んだらいいんですか？アメリカですとかヨーロッパ、オーストラリア、そういったところであればそう問題はないかなと思います。ホームセンターに行けば原産国もしっかりと書いてますし、そういったものって多分お値段的にも安くは決してないんですね。ただその外国から持ってきてるから安いっていうわけではなくて、しっかりとした、原材料、そういったもので、作られてるからそういう値段の差が出ると思ってください。値段に出るんですね。そうですね。あとはこうペットフードのパッケージにこう効能ですねを歌ってこう売られているものもあります。例えば尿部なんとかに配慮したとかありますよね。まさにそれを言いたかったんですけども、実は市販されているフードにはそういったものを書いてあったとしても全く効果のないものもあります。実際これは病院で働いていると多くて実感できるんですけども、はい、例えば猫ちゃんで今言われたように膀胱に石ができてしまう。でそれが特にオス猫は尿道が細いので、はい、石がこうおしっこと一緒に出るときに尿道が詰まってしまう、はい、そういうことが珍しくなくあるんですね。ありますよね、はい。であれは食事が原因でできてしまうんですけども、はい、だからその対処法としてそういった、石ができない、できにくいような食事、そういったものが動物病院では売られています。市販のその辺で買えるようななんとかかんとかに配慮したっていうやつでは足りないってことですか？そうなんです。どうしても動物病院で販売されているそういった食事っていうのはお値段もちょっと安くは決してないんですね、だから調子が良ければそういった市販のフードで、特にそういう謳い文句、下部尿路疾患に対応してますよっていうような文字を見てしまうと、これでもいいのかと思って、それに切り替えてしまう飼い主さんがいらっしゃいます、はい。ただそういう子って大抵まだ詰まって病院にやってくるんですね。へー、じゃあもう全然配慮、されてないと思っていいってことですよね。そうです。一応その法律ではそういったことはしちゃダメだよとなってますが、やっぱり人間と違ってかなり緩いので、そういう文字って書いてたら買っちゃいません？買っちゃいますよ。あ、これにしようって思います。だから嘘でも書いちゃえば売れるんですよ。嘘書いていいんですか？残念ながら日本の法律ではそれに近いような状態になってます。がっくりじゃあショックです先生。でしょ、だからそういったものが一般的には知られてないので、この今回を機会に先生言っちゃいましたね、はい。もう動物たちのために私はもう働いてるんで、はい、もう明日から背中にねこう気をつけながら歩かない。あと一つ質問があるんですけど、はい、先生、私時々キャットフード食べてみるんですよ、はい。で結構これビールのおつまみにもいけるぐらいしょっぱいなとか思うのが、味ついてるのがあるんです。あれはどうなんですか？あれはですね、実際のところ基本的には品質は高い方がお値段高いです。ほう。で安い方が、品質も悪いです、はい、一般的にはですよ。じゃあ味はどうなのというと、安い方が食いつきがいいことが多いです。すぐ新しいフードだからどうだろうと思ってシャブ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 食べてくれるのが喜びますけど、あ、気に入ってくれたんやって。要はその安いフードっていうのは品質は度外視で、安さだとか食いつきですよね、はい。だって味が濃いとか油が多い、そういうのは動物は好むので、はい。だからそういった実際に食べてみる方はね、はい、猫田さんくらいで少ないかとは思いますけども、やっぱりこう明らかに食いつきが違うぞっていう時には、ちょっと冷静になって
本当に品質がいいのかどうかっていうところは、はい、考えてみた方がいいかなとは思います。味付けが濃いとかしょっぱいとかの味に例えば慣れてしまうと、薄味のワンネコちゃんとかワンちゃん食べなくなりますよね。そうなんです、食べなくなるんですね、うんうん、であとはおやつ等もそうで、はい、まあ、国産っていうとまた怒られます、国産でもいいものはあるんですよ、うん、いいものはあるんですけども、まあ、かなり量が多く売られてるようなおやつだとか、量っていうのはたっぷり入って500円とか、そうです、たっぷり入って500円とか、まあ、大々的にこうし、あんまり大きな声では言えないですけど、ちっちゃい声で言いましたよね、 CM をバンバンしてるようなところはおやつなんかもあんまりおすすめできないですし、はい、先生言いにくいことを今日はだいぶ言っていただいてありがとうございます。そうですね、あともう一つ、もうまだ歯磨きガムとして売られてるものがありますよね、はいはいはい、あれほとんどの製品で歯磨き効果がないっていうことを先生かまんの、そんなこと言うても歯磨き効果のあるものは実際にありますありますが、数少ないんですね。ちゃんとこうアメリカの、獣医歯科学会っていうようなところが、本当に効果があるのかどうかっていうのを確認調べてるんですけども、数がかなり少ないそうなんですね。ショック、与えてる人いっぱいいますよ、知り合いにも。いますいます、製品名で、まあ、なかなか言えないんですけどね、こうしっかりと効果があるものもあるんですけども、今日はもうガラガラガラっと崩れてしまいました。そうですね、毎日のことなのでそういったことに気をつけて、はい、でもっと詳しく知りたいとか、うちの子が食べてるものは大丈夫だろうか、そういったものを思ったら、お近くの動物病院行っていただければ、答えてくれると思いますので、もうとりあえず食べてるフードとかおやつは先生に見てもらった方がいいですね。そうですね、その方が間違いないと思います、病気になる前にね、なる前にですね。うわ、本当に動物のことしか考えてない大和先生思い切った発言を、大丈夫ですか。大丈夫なんでしょうかねすいません怪しい車とかに追いかけられたら、ね、気をつけてください、ね、走って逃げますんで逃げてくださいねありがとうございました、はい、ありがとうございました。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね、そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列、ケース平岡工業。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、パチちゃんもそろそろいいお年になってきましたが、はい、何かこう気になることがあるんですって。あ、そうなんです、半年前から腎不全を患ってしまって。猫に多い症状ではありますよね。そうですね。どういったケアをするんですか。まず点滴ですね。点滴を今は週5日やってまして、それとは別にサプリメントでレンジアレンっていうサプリメントがあるんですけど、それはリンを吸着してくれるので、それをウェットフードとかに混ぜて1日1本あげてます。大変じゃないですか。まあそうですね、点滴を嫌がるので結構大変なんですけれども、なるべく点滴の時間を短くできるようにそれなりにいろいろ工夫もさせてもらって、それでも、1日でも長く元気でいてほしいので、もうとにかく点滴あるのみですね。
パチちゃんの首にあるこれ首輪はなんか文字が書いてありますけど何ですか？あ、こちらがですね、一応電話番号と、はい、私の名前とあとパチの名前、あとこちら、まあ、外にいる場合は迷子ですっていう文字を書いてます。万が一保健所とかに入った場合でもこれを見たらすぐ連絡ができるように、または、まあ、誰か保護してもらった時とかに一応お外にいたら迷子ですっていう文言入れてますので、迷子だとすぐ分かるように、はい、電話番号とか入れてます。もともと私とかも猫は道で拾うものかなっていうのがもともと意識にありまして、で今回たまたまパチは保護団体さんからお迎えしたんですけれども、一匹でも少しでもこう保護団体さんからもらってくれる子、お迎えしてくれる子が増えれば、保護団体さん自体も今度はもっと多く猫を救える、保健所からの猫を救えるんじゃないかなって思いますし、やっぱり愛情をかければもうどんなにこうボロボロだった子もツヤツヤになるので、もうその変化を見るのもすごく楽しいですし、すごく保護団体さんからもらうっていうのはいいなって思いましたね。その後の交流とかも深まりますので、例えばこの子がこういう感じの行動を起こすんですとか、不安なこととかあっても相談にも乗ってもらえますし、病気のこととかも相談してもらってましたし、すごく心強いですね。アフターケアがちゃんとしてくれてますので、すごく心強いです。おすすめですか？すごくおすすめですね。確かに場合によってはお部屋 見ますとか、まあ、そういう団体さん普通にあると思うんです。でうちなんかも、まあ、見てもらっても平気ですし、汚い部屋は汚い部屋なりにこんなんなんですって言っても、まあ、特に動じることもなく、これでしたら大丈夫ですとか、あと脱走対策のこととかも教えてもらいましたし、まあ、すごくこう拘束が何かあるかって言われるとそんなこともないので、定期的にあとはこんな感じで順調に育ってますっていう成長の報告すれば、保護団体さんも安心してくれますし、そういう意味ではすごくおすすめなんじゃないかなと思います。パチちゃん、これからも幸せにね。猫ワン。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れの時間だよ。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。